こんにちは。ひよです。先日 PC を新調し、グラボのレベルが大幅にアップしたので、今までスペック的に手が出せなかったり、半端なグラフィックだったものを綺麗なグラフィックに切り替えたりしてワクワクしながらゲームをしている今日この頃でございます。さて、PC 新調後初のゲーム実況として、今まで気になっていたゲーム、プロジェクトウィングマンをプレイしたいと思います。プロジェクトウィングマンは現在開発中の同人エスコン風ゲームの一つで、同人ゲームとは思えないほどの美麗なグラフィックであることから、エスコン好き界隈で注目されているゲームです。開発環境は本家エスコン7と同じアンリアルエンジン、ブルースカイエンジンプラグインという豪華さに加え、全編フルボイス、SF 兵器など、エスコン好きにはたまらないゲームになっています。4ヶ月ほど前にキックスタートレーラーも公開され、長編ストーリーも期待させる内容で、今後一層注目していきたいです。今回は、現在公開されているアルファ版の1ミッションをプレイします。もちろんグラフィック最大です。ゲーム中は雰囲気重視で字幕実況にするのでご了承を。あと、ガバ翻訳ですが無線の翻訳も載せておきます。スラングさっぱりわからないのは許してちょうだい。Security troops behind us! Sir, make a P route. Fire low. We've got to recover out here.
Thank you.
smoke, Galaxy. Good work today, people. All damaged aircraft land and repair as needed. If you can't, just use one of their planes. Ground forces, smash and grab anything worthwhile and await pickup by Circus. Let's not overstay our welcome. This is the Circus. We're coming in. というわけでいかがでしたでしょうか。操作感覚はエスコン後に近く、もっさり感は強くありません。機敏に動きます。兵器の命中率は高いのでサクサク敵を落としていけます。戦闘の規模はエスコン4くらいか5の規模大きめの戦闘ですね。1ミッション15分以内で快適です。大規模ミッションも好きですが、そればかりは疲れます。目玉のグラフィックはさすがアンリアルエンジン&ブルースカイといったところ。綺麗ですし雲の下入ると天候変わったりして面白いです。細かいモデルやテクスチャの作り込みなどはマンパワーの違いか本家エスコンに軍配が上がりそうです。今回紹介した以外にもアルファ版にはいくつかミッションがあるので、ぜひプレイしてみてください。公式ページで寄付もできますね。これにて動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。